おはようございます。まみみ、待っとったばい。こっちに座らんね。急にどうしたの？まあまあ、とにかく座って座って。お茶入れよっか。入れてくれるなら飲むけど。もしかして私を待ってた？まあそんなわけないか。いや、マミミを待っていたのさ。みんな揃って楽しみたいと思ってね。本当にそうだったんだ。どうせ何か企んでるとかでしょ。じゃーん、写真ばい。プロデューサーや葉月が撮ってくれとったデビューライブの写真も集めたとよ。集合写真、みんな可愛く撮れてる。本当にね、最高の晴れ舞台だもん。三峰も3割増しぐらいいけてるかもって。この辺もよく撮れて。あ、この写真、キリリンの可愛さが最大限に輝いてる。え、そうかな。ゆいかちゃん、ありがとう。ほんと、みんないい顔しとるよね。写真で見てみると衣装もかなり決まっとるたい。これもマミミのアレンジのおかげかな。それぞれの個性を引き出してくれるデザインだ。そう？これくらい普通じゃないの？そんなことはなか。この衣装のおかげでユニットとしてまとまってきたけん。そうだね、みんなの絆が深まったよ。絆ね。写真で見ると不思議な感じ。いつものマミミの表情なのにちょっと違うような。マミミ？何か気になることでもあったのかな？別に何でもない。また写真ば撮ってもらえたかね。あ、今から集合撮ってもらうのはどげんね。お、それなら三峰にこうで任せてみない？みんなに来てもらいたいのがあるんだよね。ユイカのコーディネートか。私はどんな風に変われるかな。あの、今から撮影だとレッスンに遅れちゃうかも。まあ遅れてもいいんじゃない？いっぱい写真撮影して、その後にちょっとレッスンしたら大丈夫。レッスンで落馬したらダメばい。早めに撮って間に合わせればよか。いっそレッスン風景を撮るなんてのもありかもよ。うん、アイドルらしくていいね。それなら大丈夫なのかな。その流れだと結局最初から最後までレッスンするんだね。当たり前たい。ほら、まあ、耳もたたんね。後から行きます。そがんこと言っとらんで一緒に行くとよ。ほら、うちが引っ張っちゃう。そこ引っ張られたら服が伸びそうなんですけど。いつも小金は強引なんだから。いつもか。最初は小金やみんなとこんな風に話せるようになるなんて思ってなかったかも。
デビューライブばい。レッスンいっぱいしていかんと。私もワクワクしてきたよ。さて、まずはいいパフォーマンスのための計画を作ろうか。よーし、そいなら、この日から、この日まで、全部レッスンばい。他のレッスンも入ってるから、それはちょっと。やる気たっぷりだね。でもさ、他のスケジュールと被っちゃったら、小型も困るんじゃない？そうやね。でも、ライブのレッスンもいっぱいやりとこう。この子たちとデビューするのか。あ、なんか気にされてる？まあいいか、別に話すことないし。キリコ、ナンバ見よっと。マミミ、ショガンスミッコにおらんで、こっちに来んね。いや、私は別に。せっかくだ、みんなで話し合おうじゃないか。ミツミネもマミミの意見聞いときたいな。こういうの面倒なんだけどな。まあ、押し問答になってもっと面倒になるより、今は話の輪には入っておくか。カラオケも楽しかったばって、みんなでユニットのことを考えるのはもーっと楽しか。歩くの面倒だし、早くお店決めませんか？じゃあ話し合いの場は近くの店にしようか。ユニットの方向性がゴシック系でしっかり決まるようないいアイデアを出せるといいね。そうだね、結構いい感じにまとまりそうだったし、もうちょっとヒントがあれば。あ、ユイカ、急に度外したと。なんかよくアイデア思いついた。ごめんごめん、そうじゃなくて、ほら見て、あそこのモニター、アイドルのミュージックビデオ流れてる。あー、ほんとやね。新曲の宣伝みたいだね。衣装も映像もすごく凝ってるな。あの子たちは確か妖精がコンセプトだったと思うんだけど、だからみんな羽つけとうとね。スカートもふわふわして可愛か。マミミもそう思わん？なんで私に聞くの？まあ、衣装のデザインは悪くないかな。とっても可愛い。こうやってアイドルの映像を見てみると、ユニットのコンセプトの重要さを改めて感じるね。あのこんな感じで決めちゃっていいのかな。そのゴシックって結構大事なことなのかなって。みんながいいって思ったからこうなってるんだよ、キリリン。だから心配しなくても大丈夫。それよりもキリリンのゴシックのイメージとかもっと聞かせてほしいな。優雅な感じかな。小金ちゃんはどう？うちはやっぱ黒っぽかイメージしかなかね。それ以外はまだいっちゃんわからんぼい。黒っぽいのかっこいいよね。他には？頭の中にはあるんだけど。雑誌やネットを見て調べながら決めた方がいいと思わないかい？その方が
イメージもしっかりしそうだ。できればゆっくり話をしたいな。マミミもさっきのカラオケでは詳しそうだったじゃないか。さあ、そこまでじゃないと思うけど。またまたご謙遜。マミミにもちゃんと聴取するからね。だってほら、衣装もそうだし、アクセサリーとか小物にもこだわりたいしさ。そうだね。すべてにこだわってみるとクオリティも上がると思うよ。ゴシックか。まあ確かにイメージはいろいろ浮かんでくるかな。キリコは肌が白いから儚げな感じにするのもいいし、逆に肌が映えるよう濃いめの色使いをしてもいいかも。小金とサクヤはスタイルの良さを生かしてちょっと大胆な感じに。三つ峰だとマミミが何か言う前に自分でどんどんアレンジしちゃいそうかな。結構面白いかも。あれ、マミミ楽しそうじゃない？どうしたの？楽しそうじゃないし、どうもしてないですけど。そっか、三つ峰の勘違いだったか。みんなのイメージはだいたいつかめた。マミミの衣装はどんな感じにしよう。何？私のこと見すぎじゃないの？いいよ、マミミンが可愛いからついね。そういうんじゃなさそうだし、何か含んでるのわかるんだけど。いろいろ考えてくれてありがとうって思ってただけだよ。それが余計って話。二人とも何話してると？うちにも教えるったい。私もぜひ聞かせてほしいな。キリコも気になってたみたいだしね。ゴシックのお話？別にそういうんじゃないです。マミミの衣装はまた後で考えてみようかな。もう遅いし、お店が開いてる時間に何軒行けるかな。あそこのゴスロリのブランドも行きたいし、久しぶりだからまだお店あるかな。効率的に回るなら、まずは近場から順に。やあ、何かお探しかな？どうして朔也さんがここにいるんですかね。ちょっと気になっちゃってね。用事があるって言ってたけど、今日はもう家にまっすぐ帰るのかな？まだ帰るわけじゃないけど。じゃあ私はこれで。なんでまだついてくるんですかね。話し合いを途中で抜けた君に何か意図があるんじゃないかと思っているんだ。それを知りたくてね。つまらないから出てきたって言ったらどうします？もしそれが本当だったとしたら悲しいよ。でも別に理由があるんじゃないかな。さあ、どうでしょうね。
実は私とこうして話している時だって、マミミは衣装のことが頭にあるんじゃないのかな。だからつまらないとは逆なんじゃないかってね。違うかい？衣装のアレンジに必要なものを買いに行くところ、正直に言ったし、もういいでしょう。素敵じゃないか。ぜひ私も一緒に行きたいな。へえ。一人で行くつもりだったんだけど。荷物持ちだとでも思ってくれていいよ。はあ。私は勝手にするし、昨夜も勝手にすれば。ありがとう。では、ご一緒させていただこうかな。マミミはいろいろな店を知ってるんだね。次に行く場所が最後かい？そうだね。買い物の最後はやっぱりあそこかなって。そうなんだね。それじゃあ、あそこのお店かな。でも、ちょっと降りてる。営業時間が終わりなのかな。違う、前はこの時間帯なら空いてたから。閉店しちゃったんだ。好きなブランド最近どんどん閉店していっちゃう。そうなのかい？あ、でも店の看板は残っているね。ん？このお店の名前、どこか違うところで見たことがあるな。え？あ、以前出かけた時に見かけたんだ。場所は覚えてる。今から向かおうか。本当に？見間違いとかじゃなくて？ああ、間違いないさ。あ、この店だろ？うん。助かったかな。よかった。さあ、買い物を続けよう。マミミが手にしているドレス、ゴシックワンピースというのかな。どちらも素敵だね。衣装の雰囲気に近いし、参考になりそうだ。白と赤、どっちのドレスがいいと思う？白かな。こういうドレスを着ている女の子はとても可愛いと思う。胸元から切り替えになってるから、体型もすっきりして見えるね。まあ、その意見には賛成かな。それじゃあ、このドレスに合う靴は？ドレスに合わせた白でもいいけど、ピンクの靴もいいかな。差し色でバランスが良くなるんじゃないかい？意外、そういうのわかるんだ。今日はずっと思っていたけれど、こうして二人で話しながら服を見るのはとても楽しいね。別に、一人でも楽しいし。これで買い物はすべて完了かな。とりあえずこれだけあれば足りるかな。そうか、よかった。最後のお店本当に楽しかったよ。そうだよね。やっぱりあのお店が一番かな。遠くまで来た甲斐があったというものだね。さっき買っていたのは誰の分かな？
昨夜の分もう買っちゃったから逃げられないよ。望むところさ。これはとても魅力的だね。選んでくれてありがとう。他に買ったものも改めて確認していいかな。いいって言う前にもう見てるし。これはキリコの分、こっちは小金、奥に入っているこれがユイカのアレンジ分だったね。何度手にしてみてもみんなにぴったりだと思えるよ。マミミはすごいな。みんなも実物を見たらきっと喜んでくれるんじゃないかな。こんなに歩き回ったんだし、普通に喜ぶくらいじゃ困るんだけど。そうだね。大満足だ。こっちにも材料があるから渡しておくよ。これが小金の分、こっちはユイカのだね。ありがとう。はい、こっちはキリリンの分。ありがとう。かわいい。さっきのハムカバーともよく合いそう。本当にそうだね。自分の分も気に入ってるが、キリコの衣装にも目移りしてしまいそうだ。まあ材料が余ったら使えばいいんじゃないの。はーい。ってちょっと小型、それ裏表反対。でも小顔したら可愛くなるけ、これでいくばい。まあ小金がいいならそれでいいけど、昨夜の方はどう？キリコに手伝ってもらっていたよ。ありがとう、キリコ。後ろの方はなかなか手が届かなくてね。うん、こんなことでよければいくらでも。いいんじゃないかな。あのまみみちゃん、スカートの丈なんだけど長さはどのくらいがいいかな。キリコの全体の雰囲気だと膝を出す方が綺麗に見えるし、ここかな。あ、そっか、ありがとう。挑戦してみるね。ねえマミミ、この箱の中のチャームって使っていいんだよね。そうだね。三峰の衣装とは、一番上に乗ってるのが相性いいかな。わかった、ありがとう。マミミ、裾の部分どうしたらよかと？ここは絞った方がバランス良くなるかな。ああ、そうやったとね。勉強になるばい。みんなの分手伝いすぎたかな。自分の衣装には全然手をつけてなかった。そろそろマミミンの分の作業するターンじゃない？マミミちゃん、何か私にもお手伝いできないかな。確かに歯車つけようとは思ってたけど、一人でもできるから自分たちのやりなよ。まあまあ、そんなこと言わずに手伝わせてよ。歯車のパーツってどこに置いてあったっけ？この箱にまとめてあるよ。へえ、まだ結構残ってるんだ。
ちょっと予定と違うけど、スカートの裾にも3つくらい使ってみようかな。お、マミに乗ってきたかな。そんなことないですけど。とりあえず3つ並べてみるね。お、ちょっとずらしてみるといいかも。おお、いいねいいね。ばらけちゃわないようにこっちで絞ってまとめたりするのはどう？あれ、なんか結構いい感じになりそう。マミミ、うちの衣装だいぶできたばい。ドガンドガン。ここの左右にベルトつけて目立たせてもいいかも。双眼配送はなかったばい。マミミのセンスはすごかね。後でマミミのも手伝うけん、ありがとう。別にこっちは人で足りて、あ、行っちゃった。小金は自分のこと優先すればいいのに。小金ちゃん、まみみちゃんにちゃんとお返ししたいんだね。まみみちゃん、すごくたくさんのことを教えてくれたから。別に助けたつもりとかはないけど、自分がやりたいことしてただけだから。そう？でも三峰たちの恩返しもさ、ただのやりたいことだから、とりあえず受け取っといてよ。うん、私もお返ししたい。でも本当に私は、はあ、一段落ついたばい。それじゃ次はマミミのやね。何すればよかと？まあいっか。じゃあ小金は形になってきたかな。自分で考えてたより好みの衣装になったかも。なんか視線感じる？何かあれば手伝うよみたいな感じで、そんな風に見つめられてもな。落としてしもうた。あ、動くと危ないかも。私探してみるね。多分そっち、キリリンの左手の方。何やってるんですかね。